皆さんこんにちは。クライストコミュニティ牧師の大橋健一です。知恵の人ソロモンも自分の家庭を治めるということにおいてはうまくいかなかったようです。子供たちはそれぞれに王国を立て上げてしまいました。家庭を治めることのできるリーダーはそう多くはないのでしょうか。今日は5月5日。聖書箇所は列王記第一14章21節から31節。タイトルは神の怒りさえも愛のゆえです。ソロモンの子レハベアムが南ユダ王国を打ち立てますが、どのようなことを行うのでしょうか。仲違いしてしまった知恵の人の子供たちが新たな王国を立て上げていきます。御言葉から学んでまいりましょう。列王記第一14章21節から31節。ユダではソロモンの子レハブアムが王になっていた。レハブアムは41歳で王となり、主がご自分の名を置くためにイスラエルの全部族の中から選ばれた都エルサレムで17年間王であった。彼の母の名はナーマといい、アモン人であった。ユダの人々は主の目の前に悪を行い、彼らの先祖たちよりひどい罪を犯して主を怒らせた。彼らもまたすべての高い丘の上や青木の下に高きところや石の柱やアシェラ像を建てた。この国には神殿男性もいた。彼らは主がイスラエル人の前から追い払われた異邦の民のすべての忌み嫌うべき習わしを真似て行っていた。レハブアム王の第5年にエジプトの王シシャクがエルサレムに攻め上ってきて、主の宮の財宝、王宮の財宝を奪い取り、何もかも奪ってソロモンが作った金の盾も全部奪い取った。それでレハブアム王はその代わりに聖堂の盾を作り、これを王宮の門を守る近衛兵の隊長の手に託した。王が主の宮に入るたびごとに近衛兵がこれを運んでいき、またこれを近衛兵の控え室に運び帰った。レハブアムのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、それはユダの王たちの年代記の書に記されているではないか。レハブアムとヤロブアムとの間にはいつまでも戦いがあった。レハブアムは彼の先祖たちと共に眠り、先祖たちと共にダビデの町に葬られた。彼の母の名はナーマといい、アモン人であった。彼の子アビアムが代わって王となった。一般的に子供たちというのは父親よりも母親の影響を大きく受けて育っていると言えるでしょう。まずはお腹の中に約10ヶ月いる時点で父親にはできない子育てをしています。そして出産後も母乳で育てるならば父親にはできないことです。その後も一般的には父親より母親の方が子育てに関わる時間は多いのではないでしょうか。時間の長さだけが影響を与えることとは一般的には言えませんけれども、それでも母親の影響力は決して低く見ることはできないことです。知恵の人ソロモンの子供たちもソロモン王の影響よりは母親の影響の方がはるかに大きかったことでしょう。特にたくさんの妻と
そばめたちを召し抱えていた王様にとっては、それぞれの女性たちが産んだ子供たちを全員一緒に育てるなどということは考えられません。子育てのほとんどは母親と王に仕える者たちの仕事だったのです。レハブアム王も同じであったと思います。彼の母はナーマといってアモン人でした。創造主の選びの民が、そしてダビデもソロモンも仕えてきた神を礼拝する民ではない民から妻をめとったのです。ソロモンがアモン人を妻に迎えている、そういう時点で主の前に正しい選択だったのだろうかという疑問はいつまでも残ります。そしてその母親の影響をレハブアムは大いに受けたことでしょう。22節、ユダの人々は主の目の前に悪を行い、彼らの先祖たちよりひどい罪を犯して主を怒らせた。それは取りも直さず王であるレハブアムが主の前に悪を行う王であったからです。そしてそれはアモン人の母ナーマの影響です。信仰における母親の影響は、こうして聖書の時代も今の時代もそんなに変わりはなく大きなものであることを私たちは経験的に知っているのではないでしょうか。家の信仰というのは父親の家の信仰ですが、それを実際に大切に教えているのは、あるいは守っていこうとしているのは母親です。おそらく毎日のように仏壇に香を焚きお供え物をしているのは父親よりも母親なのではないでしょうか。それでいて父親の信仰を受け継ぐのが家なのではないでしょうか。もし私たちがこのような人間の性質をよく理解しているならば、キリスト信仰においてもその影響を子供に与えることができるのは母親によることが大きいのです。ですが父親にはないという意味ではありません。誤解しないでください。その上でレハブアムの生涯が神の許しの中で神の選びの民の立場を継続していただいているということに、イスラエルの神の恵みと愛と憐れみを覚えざるを得ません。ダビデやソロモンのような信仰がなく、その行いは主を怒らせ、父の財産を敵に奪われ失っても、神は決して見捨てることはありませんでした。神の選びはレハブアムの政治的実力ではありませんでした。それどころか、ヤロブアムと比較して優れていたということでもありません。信仰においては二人とも神を恐れず御心に背いたのですから。それでも神はユダの王としてレハブアムを立て、決してイスラエルを根絶やしにするようなことはなさいませんでした。時に神はご自身の御心を、ご計画を進めるために、大いなる憐れみによって罪人をも生かされるのです。そうです、私が今生かされているのも本当に主の憐れみ以外にはないということを覚えたいと思います。
罪人が生かされ栄えている現実を嘆いていたのは他でもないダビデではなかったでしょうか。ダビデ王は詩編の中で本当に何回もそんな現実を嘆く歌を歌っていました。そして罪人の栄える現実の中で弱り果てている自分を救い出し憐れんでくださいと祈っていたのを思い出します。そんなダビデやソロモンの祖父としてまた父親としての影響力がそれほど強くはなかったとは考えさせられるものです。信仰の継承は神様の歴史の中での永遠のテーマでもあるのでしょう。そして今もなお私たちはこのテーマに日々チャレンジを受けているのではないでしょうか。お祈りしましょう。いにしえのイスラエルの父たちの神様、イスラエルの父たちがその信仰において決して良い模範となるようなことが多くはなく、常に信仰の継承が課題であったことを今日知りました。今も昔も変わらないというほどそのような安心感を持ってはなりません。主よ、永遠の課題であるこの信仰の継承を今も私たちがしっかりと取り組み、影響ある親として固く立ち信仰を受け継いでいくことができますように助けてください。どうか私たちの子供たちが主を怒らせるような愚かな王になることがないようにお守りください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。